元読売テレビのアナウンサー、唐志望二郎氏が28日、MBS、関西ローカル、で放送された、通貨明石家電子台、に出演、注文した覚えのない通販商品が大量に局宛てに送りつけられたり、自宅に、子供ができた、と妊娠したと主張する女性が押しかけてきたことなど、様々な嫌がらせを受けた体験を告白した、唐志望氏は政治的なことも深く切り込んで討論する読売テレビのトークバラエティー、そこまで言って委員会 NB の司会を務めている。嫌がらせは同番組絡みで、僕の言ってないことも、パネラーの発言はみんな僕が言ってると思うんですよ。それで一週間、ものすごいクレームの手紙が届くんです。と明かした。次第に嫌がらせはエスカレー。とし、ある日、着払いで、脳漏れ下着が届いた、という。その後も通販商品が次々と届き、事態を重く見て、唐志望氏は各方面に、通販は頼まないから、僕じゃないから、と周知徹底、テレビ局宛てに通販商品を送りつける嫌がらせは病んだという。しかし、ある日曜日、自宅にいるとインターホンが鳴り、夫人が対応すると、あんたの子供ができた、って人が来てんで、と驚き、駆け込んできた、黒い服を着た30代半ばの女性で、全く見覚えない、1時間ほど話をして、お帰りいただいた、という、唐志望氏は、話をしてたらさすがにおかしい。辻褄が合わない、こととかあって、と苦笑していた。